はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮りたいと思います。今回開封するのはね、こちら、はい、ワンピースからステータスカードコレクション2ということでね、はい、1は買ってないんですけれども、はい、いきなり2いっちゃってますけれども、はい、こちらね、どういうカードなのかっていうことなんですけれどもね、全15種、はい、アクリル製のカードなんですよね。はい、ワンパックに1枚入り。で、ラインナップがこちらに書いてありますね。はい、まあ、この中で言ったらね、やっぱり、この中の一押しはヤマト。はい、ヤマトが一番欲しい。時点でミホークかエネルっていう感じかな。うん、とにかくヤマトが出てほしい。はい、ということでね、こちら、はい、ということでね、合計10点、はい、10枚あります。なのでね、まあ、全種は揃わないのは分かってますが、とりあえずヤマトだけ出てくれればね、いいんですけれども、はい。ということで、早速開封させていただきたいと思います。はい。早速1枚目、いきたいと思います。ヤマト来い。せーの。あ、わからなかった。これ、あれ？これ、あれか。あ、なるほど。二重構造ってやつですね。はい、では今度こそいきます。せーの。あ、はい、ドフラミンゴ。はい、ドフラミンゴ来ましたね。いや、本当にこうアクリルですね、もう完璧に、うん、ステータスカードっていうだけあってね、こう裏にね、もういろいろ書いてあるんですよね。懸賞金、所属線、誕生日、年齢、身長、星座、血液型、出身、好物とね、はい、まさにステータス、はい、こういう感じのやつですね。なかなか面白いカードですよね、うん、ドフラミンゴ1枚目。はい、もうね、これは銀の方までもう分かっちゃってるんでね、はい、こっから開封していきたいと思います。いきます。2枚目。せーの。あ、ハンコック。はい、女帝ハンコック。うん、いいね。はい、身長が191もあるんだよね。スリーサイズ、バスト111、でっか、Jカップ。へえ、こういうね、ちょっとわからなかった詳細もね、こう書き込まれてるんで、なかなかいいですね、やっぱりこのステータスカード。はい、ハンコック。はい、3枚目。はい、いきます。せーの。あ、ドフラミンゴの弟、ロシナンテ。うん、いいね。去年になっちゃってるもんね、死んじゃったから。26歳。身長でっかいね、293センチもある。はい、ロシなんて。はい、4枚目。いきます。
せーの、あーロジャー、はい、海賊王ロジャー。金賞金55億6480万ベリー、すげえな。処刑時53歳、なるほど、はい、ロジャー、はい、5枚目ですね。いきます。せーの。おお、エネル。エネル来ましたね。ゴッドエネル。はい。39歳。39なんだね。エネル、はい、では6枚目、いきます。せーの、あら、ダブった。ここに来てダブりましたね。ハンコックダブっちゃったな。はい、7枚目、はい、いきます。せーの、あ、来た、ヤマト来た、やったぜ、一押しヤマト、今回の一押し、はい、28歳か。出身地が不明になってるね。サーモン丸かじり、はい、もうヤマトは嬉しいよ。はい、はい、8枚目、まあ8枚目はね、もう何が来てもいいかな、まあ、とりあえずミホークかな。はい、いきます。せーの、あ、ロジャーダブリー、はい、ロジャーダブりましたね。はい、9枚目、こっから開けようと思ったらこっちがね、ちょっとスパッと切れちゃったんで、ね、こっちから開けます。はい、こうかな。はい、ダブるんだったらヤマトダブってほしいな。はい、せーの、あ、黒ひげ、黒ひげ、金賞金22億4760万ベリーということでね、40歳。はい、 TH、 はい、ついにラスト10枚目、いきます。せーの、あ、バギー、バギーでした。最後にバギー、はい、懸賞金1500万ベリー、39歳。バギーでした。はい、といった感じでね、10枚全部開封しました。まあ、ダブリが2枚、はい、ハンコックとロジャー。はい。まあでもね、ほんと救いなのはもうヤマト。はい、今回の一押しのヤマトが出てくれたんでね、これは良かった。うん。はい。ということでね、今回はなんかこう、自分知らなかったんですけれども、ステータスカードのあるね、アクリル製のコレクションカード。こちらを開封させていただきました。まあこれね、別の作品でもね、あるみたいですね。うん。ハイキューとかね、あと呪術廻戦もあるんで、はい。
まあ、そちらとかもね、まあ、手に入り次第こうやって開封していきたいと思います。ということで今回はね、ワンピースのステータスカードコレクション2、こちらを10枚開封させていただきました。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。